チットオルガル城とは、インド共和国ラージャスターン州にある、国内最大の城の一つである。ガーは城を意味することから、チットオル城とも呼ばれる。2013年に開催された第37回世界遺産委員会で、ラージャスターンの丘陵上祭群に含まれる形で、世界遺産に登録された。名はある王国の首都であったチットオルガルに建てられた、歴史的な宮殿、モン、ジーン。 二つの有名な記念塔を含む要塞である。麓の町には、インド最大のラージプートの祭り、ジョーハルメイラが、年中行事として伝わり、一族の武勲を称え度重なるジョーハルで落命した、人々を悼む。七世紀に始まり、名はある王国によって支配された。九世紀から始まった、パラマーラ町に移った。1三百三年に、デリー諸アサハルジー町のアラウッティン・ハルジーが、 チットオルガル城に牢城した、メーワール王国国王、ラタン・シングを打ち破り占領した。メーワール王国が、その後再興するものの1535年に、グジャラートするターン・アサのバハードルシャーによって、城が占領された。しかし、その直後に、ムガル帝国が撃退した。1567年に、メーワール国王、ウダイ・シング2世が、 ムガル帝国アクバルへの服従を拒み続けたことから、包囲戦が行われ落城した。この時、防御側のすべての兵士は、儀式的に、紙幣となって突撃する坂を行い巡視し、女たちは、上春したとされる。1616 16年に講和が行われ、アマルシングに返却された。市街側から見た城、ありがとうございます。